こんにちは、山本道場の山本誠司です。はい、こんにちは、山本道場のママです。暗いですね。はい、もうコロナっていうのから実際に練習場に来て打ったら全然違いました。昨日もちょっとガチで泣いてましたね。泣きました。やっぱり成果を出そうと思って必要以上の、力を、ね、出そうとしてしまうとやっぱダメですね。はい、もう、はい、全然ね元気がないです。まあ、その今日はその元気が出るかどうか、ね、だって出たとしても調子に乗ってまた赤いのになりますから。もうそれでも調子に乗ったんです、この間。その繰り返しですけどね。まあじゃあちょっと今ちょっとどういう状態から、悪い状態も含めてじゃあ見せてください。はい、はい、じゃあ行きましょう。今何を気をつけてやってます？股関節にクッと入るように、そんな難しいこと。まあまあ打ってみましょう。はい、身は張ったんです。いや、股関節にアドレスのことですか？アドレスの。ああ、いや、どういうふうなことを考えて打ってます？打ち方は円盤に乗ったような感じで、うん、逆になる。じゃあそれちょっと打ってみましょう。欲しがってますね。あのね、この例えば今のアドレス別に間違ってないけれども、はいはい、じゃあ円盤に乗るときそのアドレスしたらどうなります？ちょっと乗ってみます。こうなります。いや、ひっくり返りません？おそらくこんな力入ってこれ合ってますよ。合ってますけど、もっとこの構えでも円盤でバランス取るようにこうふわっと乗っとかなあかんですね。どっちに体重とかないんですか？ないです。バランス取れれば。え、うん、そうです。全然右ほんで左ってこうやってセオリーどうしこれがセオリーだってやっても打てなかったら一緒です。股関節に入るのに、うん、右足体重っていうもうここの窮屈さ加減、下も固まってもうてるんです。はい、下が固まってもうてるからどうなるかって言ったら上でガーって。なるほど、下で打たない。はい、行きましょう。こっちの方がいいですよ。ほら、窮屈じゃないです。窮屈じゃないでしょ。はい、簡単なんですよ。そんな難しいこと考えると。ちょっと今欲張りました。あんたほんまにいい球出た後ダメですね。それにちょっと調子乗るのめちゃくちゃ早いです。いや、もう今なので、うん、わかったー思ったんでしょ。今もう、はい、そうやと、はい、下半身力入っとっていらんこと考えとったよ、バランスやよ、打てカーン打ったら、はい、あ、でも飛んでますね。あ、90はもう余裕でいってます。平均90いってます。じゃあね、100行くためにはね、100行くためにはバット持ってください。はい、まあまあ普通に打ってみましょう。はい、下打ちました。あのね、やっぱりそう、下打つということは自分がこう前行くでしょ、はい、手で打ちに行こうとしてこう行くとバットのヘッドはこう下がるんです。はい、あ、なるほど。だから残しとかなんですね、バットはね。はい、残しといて、はい、打ちに行きすぎ。はい、打ちに行きすぎ、うん、残しといたらいい。まあでもマシかな。じゃあちょっと円盤行きましょうか。はい、ちょっと待ってよ。なんかボールと違って小さいから、うん、はいはいはい、おー、いいですね。はい、もうちょっとこうじゃなくてこ
ほう、はい、カチョール、はい、そう、すいませんはい、行きましょう、はい、お、いいフィニッシュ、うん、では、じゃあちょっとクラブ持ってください、はい、はい、素振りね、はい、はい、行きましょう、はい、円盤乗ってます、はい、ほら、また素振りしない、はい、円盤乗ってます、はい、はい、はい、で、円盤でバランス取りながら入っていくバック、はい、振って、そう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 、はい、もう一回行きましょう、はい、円盤、はい、はい、もう一丁、はい、円盤、肩がパーンこっち向いてくる、そうで、こうパーンとこっち向いてきたら、あとはもうスッと、はい、あの、いつきのがしたかったんでしょ、そうです、はい、はい、行きましょう、はい、そうそうそう、これ行きましょう、はい、あ、これ、あ、めっちゃ飛んでるわこれ、はい、行きましょう、はい、あ、ちょっと今うちに行ったな、あ、飛んでます飛んでます、90ぐらいで、はい、うちに行ってました、やっぱり、ね、トップの方がいいんですよ、あ、おう、いや、もうちょっとザクって言いました、ザクって言ってます、はい、いや、もうこれだけ考えておいてください、これだけ、はい、ザクって言いましたね、どっちかな、来そうやねんけどね、素振り、うん、円盤素振り、はい、それでもうボール打つつもりで、はい、はい、アーム切って、あ、そんなもっとブーンと、はい、こっちに、いや、だから手で打つと、はい、それはもうくるっと回ってまうわけですよ、はい、100ヤード飛ばすつもりで、はい、あ、そうそう、その感じ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 です、はい、せーの、そう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 、せーの、そう、はい、いや、うまいですよ、うまいですか、うん、あ、来た来た、あ、やった、これは飛んでます、あの、あれがないですけど、これはいい、うん、もう終わるつもりやった、まだダメです、はいダメですよ、はい、行きます、ダメです、はい、いいです、じゃあちょっと全く同じ打ち方でこれ打ってみてください、全く同じ打ち方で、もうそんなもんクラブをどうのこうの考えてた、もうほんまにグラグラグラノーラ、はい、パンパーン、ほんでもうクラブがチューン戻ってくる、はい、はい、どれぐらいかな、これこそパパンですよ、パンパン、おー、今の下つ、うん、長い方が多分といけるかも、はい、構わず行こう、はい、はい、今パー見て、パーンでいいのに、あー、わざわざ、うん、元いるところで来なあかんのに、元いるところでね、うん、飛ぶな、ちょっと右、うわ、すごい、やった、まっすぐ打ちたいね、今もうちょっとこっちまで、
はい、その調整を自分でどうできるか、どの位置でパッパーンすればいいか、うわー、あ、これはすごい、もう一回やってみましょうか。やった、これは良かったです。良かったです、はい、あら、あ、でも左へ出てきましたよね。じゃあラスト、はい、よし、あれぐらいやったらちょっとこんな返した左じゃないから、まあオーウェイまで行きましたけど、ここもオーウェイぐらい。でもこの間からしたら、はい、もうだいぶ大上達でしょ。この間がもうね、まあいいや、先ほど、はい、いいですね、はい、うわっ、やった、オーウェイ、わあ嬉しい。次回調子乗るね。いやもうね、バッティングはちゃんと毎日します。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので登録の方よろしくお願いします。やめろ、やめろ。